さよなら私のクラマーは、新川直司によるサッカー漫画。月刊少年マガジンにて、2016年6月号から2021年1月号まで連載された。高等学校を舞台に女子サッカーの世界を描いたサッカー漫画。作者の新川がもともとサッカー好きであり、前作の4月は君の嘘の連載終了後に、 思いっきり動きのあるものを描きたいとの希望があったことや前々作のさよならフットボールにおいて男子の間に混じってサッカーを続ける女子中学生の姿を描いたこともあり女子サッカーを応援したいという考えから連載が決まった作品の執筆に際しては高校の女子サッカー部やクラブチームの取材を行っており作中にもそれを反映した 環境面などのシュビアな事情が描かれている。一方、担当編集によれば女子サッカー界に対して特別に問題提起をし続けたいわけではなく、あくまでもスポーツに情熱を傾ける少女たちの姿を描きたいとしている。なお、本作には、さよならフットボールの主人公、女のぞみが主要登場人物として登場するが、これについては昔からのファンの方へのサプライズとしている。 作品タイトルのクラマーとは、ドイツのドルトムント出身のサッカー選手、サッカー指導者のデッドマール・クラマーを指している。クラマーは1960年に来日し、日本サッカー開発の外国人コーチとなり、サッカー、日本代表の基礎を作った人物である。日本サッカーリーグの創設にも尽力したことから、日本サッカーの父とも称されている。 川口仮中学3年の女子サッカー部の首相、須ミ隅は、周囲に恵まれず最後の公式戦で敗れるが、ライバルの祖師崎緑から一緒のチームに行こうと誘いを受ける。二人は、女子サッカーの競合チームではなく、埼玉県立蕨西南高校へ進学し、同校の女子サッカー部に入部することになるが、結出した才能を持つ無名の女望みをはじめ、個性的な選手たちが揃う。 元日本女子代表で卒業生でもある、のうみなおが、わらび青南の新高地就任早々に、国内屈指の競合である、久野木学園高校との練習試合を組んできた。試合は冷風を厳命された、伊藤春菜や福田だまらを要する久野木に、開始早々から実力差を見せつけられ、大量失点。わらび青南も、田や祖崎を軸にして、 反撃の糸口をつかもうと奮闘するも、終了間際の得点は認められず0から21の大差で敗れる。だが、その果敢なプレーで対戦相手に強い印象を与えることになる。大敗を喫したわらびナ南の面々だったが、農民や古問の不活の起遊をよそに、それぞれ打倒久佐の目や関東大会出場といった目標を掲げ、例年になく活気づく。 高校総体埼玉県予選に臨む、わらび青岸イレブンは、祖師崎と騒音のホットラインに加え、ごっつぁんゴーラーの異名を取る白鳥綾の力も噛み合い、快進撃を続ける反面、女だけが、久々の公式戦とあって、気持ちを高ぶらせるも、空回りしていた。こうした状況の中、決勝トーナメント初戦で、優勝候補筆頭の浦和国重高校との対戦を迎える。 しかし、ワラビーズは惜しくも敗退してしまうものの、技術面では、浦和の面々を驚かせた。恋の孔は、アニメ版の声優。埼玉県蕨市の公立校。女子サッカー部は、ワラビーズと称される弱小チームだが、不活や脳みを招聘して、強化を進めようとしている。男子サッカー部は、県内の競合で、近年は、浦和勢の台頭もあり、目立った成績を残せずにいったが、 学校を挙げて、古豪復活に乗り出している。女子サッカー部男子サッカー部神奈川県の高校。高校女子サッカー界で何年も頂点に君臨する、強豪チームでポゼッションフットボールを施行している。アンダー年代の代表選手や代表候補選手を数多く要する。埼玉県内の高校女子サッカーの強豪チーム。高校総体埼玉県予選で8連覇を達成しており、 過去2年間の県内大会で無失点を続けるなど、鉄壁の守備を有する。千葉県内の高校女子サッカーのチーム。経験者の指導に恵まれずとも、部員たちの試行錯誤だけで独自戦術を確立。上昇、久野木を倒すまでに成長した。東京都内の高校女子サッカーのチーム。高萩を監督に迎えて、以降、選手にも恵まれた上に、 戦術の確かさでインターハイを制すほどに急成長。上昇、久の木から絶対女王の座を奪わんとする。2021年4月から6月までテレビアニメシリーズ、さよなら私のクラマーが東京 MX 他にて放送された。同年6月11日に劇場アニメ、映画、さよなら私のクラマーファーストタッチが東映配給により公開される。なお、 劇場アニメは当初4月1日に公開予定であった。さよなら私のクラマーとその前日間、さよならフットボールを原作としており、テレビシリーズでは高校生編、映画では中学生編がそれぞれ描かれる。テレビアニメ版のクレジット、協力には、競合校の学校法人十文字学園十文字、中学校、高等学校や、 ウラーレットダイヤモンズレディースのホームスタジアムである、ウラワコマバスタジアムなど、公演には JFA、w i リーグ、なでしこリーグの名がある。テレビアニメ版は JFA など、映画版はスポーツ庁などとコラボを展開している。ブルーレイシリーズが全4巻で発売予定だったが、初版の事情により中止、新たにブルーレイボックスが2021年10月27日に、 発売予定。映画、さよなら私のクラマーファーストタッチに関するカテゴリー。ありがとうございます。